皆さんこんにちは。レック専任講師の高井です。今日は私の方から日商簿記3級一発合格のための学習法を教えますと題しましてね、お話を少ししていこうと思いますのでお付き合いください。はい、皆さんはですね、このガイダンスを聞いていらっしゃるということでね、おそらくというかほぼですね、日商の3級を受けようというね、決意をなされたっていう状態にいらっしゃると思います。で、これからねどうやって学習を進めていったらいいのかなというところでね、いろいろと模索をなさっている状態なんではないかなと思うんですけれども、今日はそんな皆さんにですね、私の方から、はい、日商簿記3級、どういう試験でね、でどういうふうに、攻めていったら効率的に一発合格ができるんだろうかっていうところをですね、はい、余すところなくね、ご案内していきたいなと思っております。はい、ということでですね、ではよいしょ、はい、じゃあこれからね、その合格に向けてのお話ということをしていきたいと思うんですけれども、まずはですね、その、日商簿記3級に受かるためにはですね、その敵となります日商簿記の3級がどういう姿をしていて、で、どういうね、はい、特徴を持っていてですね、でどういうところを攻めていくと効率的に攻められるのかっていうような、ね、ところをまずはお話ししていきたいと思います。はい、ね、まずね、敵を知るところから始めていきたいと思いますので、はい、ではこのね、日商簿記3級どういうものなのかというのをね、ご紹介しておこうと思います。日商簿記検定というものがね、どういうもので、3級がどういうもので、もう本当にね、簿記の試験を受けようと思ってこのガイダンスを聞いてくださってますのでね、なんとなくは分かってるかと思います。ただ、はい、具体的にね、どういう状況でどういう試験がね出されて、どういうふうにね勉強していかなきゃいけないのかっていうところはね、まだ、なかなかお分かりいただいてない方も多いんじゃないかなと思いますので、はい、まずは皆さんがこれから受けようとしてますこの日商簿記検定っていう検定試験の中でも、特に3級これがどういう、ね、姿をしているのかっていうところからね、ご案内していきましょう。はい、でこの検定試験なんですけれどもね、簿記っていう言葉は皆さんなんとなくねお聞きになったことがある、で会計には役立ちそうな資格なんじゃないか、そうだと言われているということでね、勉強始めようと思ってらっしゃると思うんですけれども、簿記の力を測る簿記の検定に関しましては、日本国内にですね複数ありまして、でその中でこの日商、つまり日本商工会議所というところが主催している簿記の検定試験が、この皆さんがね、日商日商って言ってるこの日商簿記検定のことになります。はい、でまずね、この簿記検定って聞くとこの日商簿記検定を思い浮かべる方が多いと思うのでね、はい、その通りでありまして、この日本商工会議所が主催します日商簿記検定という簿記の検定試験はですね、国内の最大規模の簿記検定ということになります。何が最大規模かというとですね、受験者数がですねもうダントツなんですね。はい、そうですね、現行の新制度を始まる前はですね、年に3回しか受験のチャンスがなかったんですけれども、その1回1回でですね、はい、申し込み者がおよそ10万人いるというね、試験でした。3級だけでですよ。なので、年間にするとですね、3回ありますから30万人がね、はい、受験申し込みをするというね、はい、もうそういったもう非常に大きな規模の簿記の検定試験っていうことに、ね、なっております。で近頃はね、ちょっと試験の受験の形態が増えましたので、はい、その簿記検定、従来型の試験に申し込む人っていうのは若干減ってはいるんですけれどもね、総数としては受験者としてはね、変わりはありませんということでね、すごく大きな規模の試験だっていうことですね。はい、で大きな規模ということでね、世間への知名度も抜群のものがありますので、はい、この簿記の検定3級を受けてですね、実際はそのもっとね先の級に進まれたり、あるいは簿記の3級の合格をきっかけとしてね、他の会計資格に進まれたりって、いろんな方がいらっしゃるんですけれども、もう入り口のね検定試験ということになります。なのでこの簿記の検定3級っていうのを受けますとね、はい、もうこの会計の処理
まあ、会計の勉強の本当に基礎のね、入り口のところは知っているっていうような認定になります。はい。で、簿記検定3級と、グレードが定められてますので、当然2級1級っていうのもありましてね、初級っていうのもあったりするんですけれども、はい、まあ、1級までね、勉強を進めていただきますと、まあ、その合格をね、はい、その他の試験の受験の資格として使うこともできます。具体的には税理士とかですね、あと公認会計士っていうね、試験ですと、まあ、1級の合格っていうのがその試験の受験資格にもね、なったりします。はい、ということでですね、まあ、その後ね、その級を進めて上級級に行く方もいらっしゃいますし、他の会計資格を目指される方もいらっしゃったり、ね、あるいはその実務をね、極められる方もいらっしゃったり、なんていうことでね、もう登竜門と言われておりますね、この日商簿記検定の3級です。はい。で、この受験形態なんですが、先ほどもちょっとお話ししたんですけれどもね、はい、従来からずっと年に3回紙のベースの試験というのが行われておりまして、これは現在も続いております。はい。そしてですね、昨年度2021年度からですね、新たにネット試験というのも加わりました。ですので現行体制としましては、はい、主たるものとしてね、この従来型の試験、統一試験と呼ばれてますが、こちらとネット試験がこう併存している感じですね。はい。で、この両者の試験というのはですね、レベル的には差はないとされています。はい。ですので、まあ、どっちを受験されて、どっちで合格してもですね、日商簿記検定3級の合格というところにはもう間違いがありませんのでね、好きな方でというか、自分に合ってる方でね、受けていただくのがいいかと思います。はい。ただね、受験のチャンスというのがね、大きく異なっておりまして、統一試験に関しましては、従来通りです、年3回ね、行われるのに対しまして、まあ、ネット試験は随時申し込みが可能ですのでね、直近ですと最短3日後から受験を開始ということができます。はい。このあたりに関しましては、後ほどもうちょっと詳しくお話をしたいと思います。はい。そしてその簿記3級の学習内容なんですけれども、はい。試験の範囲としてはこんな感じでね、定められております。小規模な株式会社の簿記知識、これを学習していくのが簿記の3級となりまして、ちなみに2級になりますと、もうちょっと規模が大きい、1級になると大企業なんていうふうにですね、会社規模がだんだん大きくなるに従っての求められていく簿記の知識というのがね、求められていくようになります。まあ、3級はもう入門資格ということでね、まあ、小規模な株式会社、それでもね、株式会社の経理処理というのがね、はい、まあ、一連のものが一人でこなせるようになるのが、この3級の学習内容ということになります。はい。まあ、会社組織ではなくてもですね、まあ、個人事業主とか、はい、まあ、商店ね、そういったところでもね、その小規模な株式会社の簿記知識というのはダイレクトに使うことができますのでね、まあ、非常に、はい、有益な勉強内容になるかと思います。はい。そしてですね、試験の概要なんですけども、3級の試験時間ですが60分、つまり1時間になります。はい。そしてこの1時間の中で回答していただいてですね、100点満点の試験ですので、70点以上ということで合格が与えられます。はい。いつでもね、70点取れれば合格です。なので絶対評価の試験ということでね、かなり資格試験としては珍しい形態の試験かなと思いますね。まあ、通常国家資格とかの試験ですとね、まあ、上位何パーセントを取るであったりとか、まあ、合格点が定められて、まあね、その時にドキドキによって動いたりっていう感じでね、まあ、推移して、はい、なってますけれども、簿記検定の場合、まあ、検定試験ということもありまして、はい、まあ、どんな問題が出されてもですね、70点以上取れれば合格ということになります。はい。まあ、ある意味非常にフェアなね、はい、採点基準の試験ですね。はい。ということでね、まあ、簿記の3級についての概要についてはね、以上となるんですが、はい、ここから先はですね、具体的な試験の出題内容についてね、お話をしていこうかなと思います。はい。日商簿記3級の出題内容なんですが、さっきもね、申し上げましたが、小規模な株式会社の会計処理ということでですね、はい、まあ、小規模な株式会社とは言いつつも、その簿記会計上の処理の基本を全部学んでいきますので、まあ、この3級の内容をマスターするとですね、まあ、大企業に勤めている会社のね、会社員の方でも、
ね、いろいろともう直接役に立つっていう知識が多いです。で、その会社の中でも特に経理担当とかではなくてもですね、なのでお金の出入りについて直接的に担当するような部署ではなかったとしてもですね、会社の数字を見るっていう機会っていつでもありますよね。ですので、まあ、そういった局面局面でですね、この簿記3級の学習内容っていうのはもう直結して役に立ってくる、ね、知識が非常に多いです。はい。ですので、この簿記3級に合格してるっていうことをですね、まあ、履歴書とかに書くとね、まあ、それ自体のインパクトっていうのはともかくとしてですね、まあ、私はその数字に対して非常にね、はい、意識が高いっていうことがね、アピールする材料にはなります。はい、あとですね、財務諸表というんですけれども、その各会社が作っているその会社のお金に関しての報告書っていうのがあるんですけれど、それが読めることがね、できるようになりますので、はい、この他社のね、自分が勤める会社ももちろんですけれども、それ以外の会社の状況っていうのも分かるようになりますし、あとはですね、その投資対象としてね、まあ、どういう会社に投資しようかななんていうのを考える場合にもですね、まあ、非常に数字が見て取れますのでね、はい、その財務諸表っていうのを見ることによって、その会社の財務体質っていうのもね、ある程度は分かるようになります。はい、ということでね、まあ、非常に道が開ける資格ということがね、言えますのでね、ぜひ勉強頑張ってみてください。はい。そしてですね、この出題内容、まあ、小規模な株式会社の会計処理としたんですけれども、はい、実際はこの小規模な株式会社の会計処理について、ね、出題される形式としてですね、ペーパーベースで問われるっていうね、統一試験という形態と、まあ、ネット試験というね、形態がありますので、まあ、その違いについてね、ちょっとご案内をしておこうかなと思います。先ほどですね、どちらもレベルの差はないですよっていう話はね、させていただいてて、私も何度も受けてますけどもね、まあ、実際レベルの差はそんなないなっていう、はい、実際の印象は持ってましてね。ただ形式が異なりますので、まあ、これはご自分で合う方をね、決めて、そっちで受験される方がいいかなっていう感じはすごくしてますのでね、ちょっと違いについてご説明しておこうと思います。はい、まずですね、試験日、まあ、これは大きく異なるところでね、従来型のペーパー試験というのは、これまあ従来通りでね、年3回行われていますが、この日付は定まっておりまして、6月の第2週、11月の第3週、そして2月の第4週の年3回で行われています。はい、まあ、日曜日ですのでね、はい、まあ、いずれもね、非常にまあスケジュールは立てやすいんですけども、なんかね、イベントとか自分の用事がね、ここにぶつかってしまうと、ちょっと3ヶ月とか待たないといけなくなってしまいますのでね、まあ、今まではちょっと使い勝手はそういった面では悪かったっていうところもあったんですけれども、これがですね、ネット試験になりますとね、これは全国に配置をされてますテストセンターというところがあってね、まあ、そこでパソコンで回答するような資格試験というのはね、行われているんですね。なので簿記の検定だけではなく、漢字検定だったりね、はい、そういったものもそのテストセンターで行われているんですけども、自分が受けようとしてますテストセンターの定める日時っていうのがね、それぞれ異なっていますので、まあ、そこで開催されるっていうふうに思ってください。ですので、逆に言えばですね、まあ、自分が受けたい日付で、そこでテストを開催している最寄りのテストセンターを探すというような形になるかと思います。はい。でもそれぞれテストセンターごとによって日時がね、いろいろとありますので、はい、かなりこの選択の幅というのは広がってきますよね。はい、というふうになっております。はい、続いて試験会場ですね。これはもうペーパー試験の場合ですと、各商工会議所が指定する会場というのがもう指定されてしまいますのでね、まあ、自分で選ぶことはできません。はい。まあ、どこの商工会議所で受けるかっていうことによって、大まかな地区っていうのはね、分かるかと思うんですけれども、具体的な会場まではね、決めることができないんですが、ネット試験の場合はこれは自分で受けたい会場をね、に申し込むという感じになりますのでね、自分で選ぶことができます。はい。次に受験申し込みですね。はい。申し込みのスケジュールなんですが、統一試験の場合は従来通りです。だいたい試験開催の2ヶ月ぐらい前から申し込み受付っていうふうにね、思っておいてください。ですので、今度6月の検定を受けようとしている方はですね、4月に入りましたら、ちょっと受験を意識して
で、会場を、ね、探す、あるいは申し込みの手続きに入るっていうようなスケジュールを持っておいてください。で、それに対してネット試験の場合はですね、インターネットで申し込みをします。で、そのテストセンターが定める日時、これに合わせて申し込みをする形になりますので、はい、まあ、最短で3日後の試験受験可能っていうふうにね、覚えておいてください。ですので、例えば今この瞬間受験しようって思った時には、今から3日後に試験を開催しているテストセンターに最短で申し込みをできるっていうことになります。はい。で、この受験申し込みに関しましてはね、商工会議所に申し込む場合も、ネット試験申し込む場合も、まあ、インターネットを通じてっていう形がね、主たる方法になるかなと思います。それから試験時間ですね。これは共通です。はい。で、大きな問題が3題で構成されております。ここも一緒です。そして出題範囲形式、これももちろん一緒ですよね。はい。日本商工会議所のホームページを見るとですね、試験の出題区分というのが実は出されておりまして、まあ、そこに基づいて出題をされる形になっていますが、まあ、これからまあレックの講座をね、受けるというのであれば、そのレックのテキストの内容というのがこのね、出題区分に、はい、もうバッチリ対応してますのでね、まあ、それをやっていただければ大丈夫です。はい。それから合格点、はい、これはもうネットもペーパーも一緒、100点満点中70点です。はい。で、受験料も基本的な受験料は一緒なんですが、まあ、これにプラスされて手数料が発生しますので、はい、まあ、そこはですね、後でね、受験の際に問い合わせてみて、確認してみてください。受験料自体はね、2850円ということで一緒です。はい。回答方法ですね。これが大きく異なりまして、まあ、ご自身でやりやすい方でね、受けていただくのがいいと思いますが、統一試験はですね、従来通りですので、回答欄に回答を鉛筆またはシャープペンで記載をするという方法で、これに対してネット試験の場合はですね、パソコン上のキーボードとマウスを使って入力をして選択をしてという形で答えていきます。はい、数字はその点キーで打ち込むというね、感じですね。あと5区なんかはですね、プルダウンメニューでこう選択をしたり、あるいは自分で打ち込むっていう場合もあったりします。はい。それから合格発表ですね。ここも大きく異なるところでして、統一試験はその商工会議所が定めたスケジュールで合格発表されますけれども、まあ、大体1ヶ月以内ですね。はい。それに対してネット試験の場合は、試験終了後即時です。自分が終了っていうボタンを押すとですね、合格か不合格かが分かります。で、点数も分かりますっていう感じでね、すぐ分かりますので、はい、もうすぐね、履歴書に書くこともできますし、万が一残念な結果であればね、すぐ気持ちを切り替えてまたっていうね、そういったふうにもね、すぐ展開が図れますね。はい。で、最後その他としましたが、統一試験、はい、これは昨年度から大きく問題冊子が様変わりしておりまして、従来は問題冊子、解答冊子、計算用紙別個に配られていたんですけれども、昨年度からはですね、これが一つにまとまった問題解答冊子が配られております。で、問題と解答が見開きの形でですね、設定されておりまして、最後にこう折り込みの袖ページの形でですね、計算用紙が挟み込まれている。で、それが一体化されている冊子が配られています。はい。で、それに対してネット試験の方は、問題は全部画面上で出されますので、まあ、それに対しての計算をする計算用紙が2枚、それから筆記具としてボールペンが1本貸与されます。ただし貸与ですので、これらはいずれも試験回収後に返さないといけません。計算用紙もですね。はい。ということになります。はい。以上がですね、このね、統一試験とネット試験についての違いになります。はい。で、統一試験の概要をね、もうちょっと詳しく話しておきますけれども、さっき申し上げた通りですね、問題と解答と計算用紙が全部一体化された冊子、これが後で全部回収されますのでね、はい、一部を切り取ったりするともちろん失格になってね、最後、もう最悪、次回以降の受験はお断りっていう形になってしまいますのでね、はい、まあ、これは気をつけてくださいね。はい。あと統一試験に関しましては、まあ、時間が短くなったこともありましてね、はい、それぞれの試験の、開始時間がですね、3級は、はい、午前に開始されるんですけれど、今までは全部9時開始だけだったんですがね、
ちょっとコロナ禍の影響もあってかですね、定員の関係もあるんでしょうね。はい、人数が多い場合はですね、9時開始と11時開始ということで、試験開始がね、2種類に分かれています。はい、まあ、2級もそうですね。で、まあ、これも受験者が多い商工会議所限定ということになるんですけれど、まあ、そうじゃなければですね、9時開始1本ということになるかと思います。はい、でこの両者はですね、もちろん問題は異なりますんでね。ただ両方受けるっていうことはできませんので、申し込んだ商工会議所によってね、じゃああなたはどっちの時間でっていうことで指定をされるっていうふうにね、理解しておいてください。はい、でさっきお話ししたその問題、回答冊子なんですけれど、はい、まあイメージこんな感じですね。左に問題用紙、右に答案回答欄がね、印刷されている冊子になってまして、最後のページ、このように折り込まれた袖ページでね、はい、この計算用紙として使っていきます。ここ白紙です。はい、なんですけどね、閉じ込まれてまして、切り取りは無効ですので、使い勝手はね、正直良くないって思ってくださいね。ですので問題の余白であったり、答案用紙も回答の欄以外のところであれば計算用紙に使って可だっていうことはね、ちゃんと2章の方でも言われてますので、はい、まあこの余白用を使ってっていう形の方が主流になるのかなという気がしますね。はい、というのがね、試験の概要ということで。はい、ここから先はですね、じゃあどのぐらいの人が受けてね、どのぐらい合格が出てるのかっていうことについて見ておこうかなと思います。はい、というわけでね、受験者データ、はい、これ日章のページからちょっと拾ってきましたんでご案内しておきますが、直近10回分の試験の状態ですね、まあ、受験者があって、実際受験した人、合格者、そして合格率というね、表になってますけれど、はい、昨年度からはですね、ネット試験ももう開催されてますのでね、受験者数は1回あたり、まあ、減ってます。以前はね、1回あたり受験者数として申し込み者ですね、はい、10万人ぐらいいたんですけれども、今はね、大体まあ6万人ぐらいにね、ここ2回は落ち着いてるかなという状況ですね。はい、で合格率なんですけれども、これもね、従来高止まりだったんですけどね、ここ2回、はい、2021年6月、さらに11月になるとね、この20%台になっちゃってるんでね、はい、もう数字だけを見るとね、なんか一気に難しくなったようなね、イメージがあるんじゃないかなと思います。はい、でまあちょっと合格率グラフにすると、まあこんな感じですよね。以前はだいたいその4割台後半ぐらいで落ち着いていたんですね。なんですけども、まあこれがですね、ここ2回はこのような落ち込むようになってましてね、はい、その3回前のね、67.2%っていう合格率のなんか反動みたいな感じになってるんですけどね、今後どうなるのかなっていうのがちょっと、様子を見たいところではありますよね。ということで、この図だけ見てしまいますと、あ、なんか難しくなったのかなってね、思った方大半だと思うんですが、これ統一試験の結果なんですよね。じゃあもう一つのね、ネット試験の方はどうなってるかっていうことについてね、一緒に見ておこうと思います。で、ネット試験もデータが出てましてね、ネット試験は随時開催ですので、ある一定の期間で区切って合格率を出しております。はい、これ見るとね、どうですか、合格率41%ですよね。はい、これは、開催されて始まったのが2020年の12月なんで、そこからのデータになるんですが、今までのまあ累計でね、この41.5%ってなってまして、まあ、統一試験と比べるとかなり合格率がね、高くなってるなっていうのがお分かりいただけるかと思います。で、なんでこんなに違うのかっていうとね、まあ、要因いくつかあると思うんですけれど、まずはこのネット試験はね、随時開催ですので、まあ、自分の勉強の進捗度合いによってですね、受験時期を自分で定められますのでね、一番いい時期に受けるっていうことが可能なんですよね。まあ、それに対して、先ほどの統一試験の場合はもう年に3回のね、受験のスケジュールっていうのがもう固定されちゃってますのでね、まあ、どっちかっていうと自分の勉強をそっちに合わせていかないといけないということでね、まだもしかしたら全範囲の勉強が完璧じゃないっていう状態で受けてる方もいますよね。なので、まあ、そういったところの差かなという気もしますよね。はい、まあいろいろ要因はあると思うんですけど、
ネット試験はね、ぜひ合格率が高いっていうこともありますけどね、自分のペースで受験することができるので、ぜひ受験の選択肢としてね、加えていただければなと思います。はい。で、このね、共通の出題なんですけれども、共通のレベル感のね、出題なんですが、出題形式もね、このネット試験も統一試験も同じでありまして、はい、大きな問題3問で構成されているんですね。で、まず第1問目としましては、はい、これ配点がね、かなり高いですよね。45点あるんですけども、これは仕分け問題というね、その簿記独特のその処理方法があるんですけどもね、その記録をするっていう仕分けの問題が15題出されています。はい、15題なので各3点ですね、1つの仕分けで各3点が入ってくるっていうことですね。はい。で、第2問はですね、20点の配点が与えられているんですが、これが2つの問題で構成されているんですね。ですので、第2問括弧1括弧2という形でですね、2題構成になっています。はい。で、内容はその2題は全く関連性のない問題が出されると思っていただいて構わないんですが、具体的にはですね、はい、これも勉強していくとお分かりいただけると思うんですが、補助簿、帳簿を、ね、記入する問題とか、あとはその勘定っていうね、その集計フォーマットがあるので、そこに記入をするという問題であったりとか、あと伝票を作るという問題であったりとか、あとは語句を記入するなんていうものもね、問われていて、非常にバラエティに富んだ出題の、ね、内容となっています。で、これらの中からですね、各回2題ね、出されるっていう感じですね。はい。それから第3問いきます。これで最後なんですけど、第3問。はい。配点は35点ですね。第1問について高い配点になっていますが、ここはいつも決算の問題が出されます。はい、決算っていうとですね、その会計処理の1年間の締めくくりにあたるまとめのね、処理ということになるんですけれども、その時に作る表がありまして、このね、精算表っていう表だったり、財務諸表とか、あとは決算整理後の残高試算表っていうのがね、あったりするんですけども、これらの中からいずれかを作らせるという問題が出されると思ってください。はい。なんでね、この第3問では必ずこのいずれかの書類を作りながら、その決算の手続きについて問われていくっていうようなね、出題になっております。はい、というのがね、2小の3級の出題形式になります。はい。で、昨年度からね、大きくその試験のね、形態も様変わりしてるんですが、じゃあそれに伴う出題の傾向はどうなってるのかをね、次にお話をしていきたいと思います。はい。で、これはもう試験のね、その制度の改定に伴わずというかね、その前からなんですけれども、近年の傾向としてはですね、こうです。実務的に重要な取引が出題されています。はい。で、一時期ですね、この日商簿記で出される問題っていうのは、その実務でやってる会計処理とちょっと違うというかね、あまりやってないようなものもよく出されるなんていうようなね、世間の声っていうのが結構高まった時期がありまして、それを受けてですね、はい、使える知識っていうことを問う検定として、実務的に重要な取引の出題というのを前面に押し出して出題しますよということがね、はっきりこれは日商の方から言われていますのでね。はい。そういった面に即した勉強をしていくっていうのも必要ですし、逆に言うとこの日商簿記の3級を取っているとですね、その実務に直結したその会計処理っていうのも、この人はできるんだなっていうようなね、認識を持ってもらえる、そんな試験になっております。はい。ということなんですが、その実務に重要な取引の出題を出されるんですけど、その中でも特にですね、はい、基礎基本に忠実なものをしっかりとマスターしてくださいねっていうメッセージが各回の試験には込められています。はい。で、特に仕分け問題として、さっき第1問でね、出されますよって話しましたけれども、簿記特有のですね、記録の仕方があるんですけど、それをひたすら第1問ではね、問われていますが、はい、決して奇をてらったようなね、内容の問題として出されているのではなくて、一つ一つのその仕分け問題見ますとね、かなり基本に忠実なものが出ています。はい。ですので、これから使っていくテキスト「高速マスターネオ」っていうね、テキストなんですけれども、その中のね、例題のレベルっていう問題も非常に多いのでね、
基礎基本に忠実にね、勉強していっていただきたいと思います。それからですね、財務諸表、の作成問題ということで、第3問で決算の問題ということでね、さっきご紹介したんですけれども、その中でもですね、絶対に作らなきゃいけないのがこの財務諸表というね、問題になりますので、各会社必ず財務諸表って作ってます。ですから、試験としてもですね、この財務諸表を作るという問題が、第3問の中では比較的よく出されますね。ですので、ここはね、ぜひ、完璧にマスターしていただきたいところでもあります。というのがですね、合格に向けてのね、まずは敵を知るということでね、試験についてのね、話をさせていただきました。で、皆さん、これからその3級の合格を目指される、でこれから勉強を始めるというね、段階にいらしてですね、それぞれの、バックグラウンドとかね、その環境って異なりますので、勉強に使える時間っていうのも本当様々だと思います。幸いなことにね、一日結構長い間勉強の時間として取れるっていう方から、本当限られててね、週末しか取れないとか、あるいは平日でも夜1時間しか取れないとかね、いろんな状況の方がいらっしゃると思いますので、それぞれの状況に見合った効率的な合格っていうのをね、目指される必要があるかなと思います。ただですね、勉強に割く時間がないっていうね、状況であっても、たくさん割けるという状況であっても、合格をするために必要な時間っていうのは一緒だって思ってください。なのでね、例えば100時間合格するために必要な時間があるとなると、その中で1日あたり自分が割ける時間ってどのぐらいかなっていうような逆算で、1日のね、勉強量って定まってくると思いますので、そこはですね、ちょっとね、時間のところをですね、ご自身で確認なさってね、で試験までに使える時間っていうのをちょっとね、割り出してみていただきたいと思います。で、仮にね、すごく時間がたくさんあるよっていう方でも、勉強法間違えてしまいますとね、もう簿記の3級簡単なんでしょって認識持ってる方多いと思うんですけど、それでもですね、簿記の勉強法を間違えてしまいますと、とてつもなく時間はかかっていきます。ですので、効率的な勉強法っていうのもね、合わせて抑えていただきたいと思います。ということでね、合格するために必要な事柄ですけれども、まずご自身で使える勉強時間ね、確認していただいて、でなおかつですね、効率的な勉強法っていうね、この二輪両者でね、構成していってください。これでね、計画を立てていっていただきたいと思います。勉強時間もたくさん割けるし、勉強法もすっごく効率的なものをね、自分は持ってるっていうことであれば、非常にね、短い期間でね、合格で導けることができると思います。逆であればね、勉強法、勉強の時間があまり捻出できないのであれば、なおさらこの勉強法っていうのはね、おろそかにできませんからね、より効率的な方法ということでね、本当に効率的に合格に導いていただきたいと思います。決してですね、ゴールとして定めていただくためのね、資格っていう位置づけではないので、この簿記3級の取っかかりとしてね、次につなげていくっていう形で展開を図るための入り口の資格っていうことになりますのでね、ぜひですね、その先につなげていただくためにも、この簿記の3級っていうのはね、本当に効率的に取っていただきたいなと思います。ここで勉強嫌になっちゃったりするとですね、その先考えていた、その先のね、道筋っていうのもね、ちょっとなんか魅力がなくなってしまったりもすると思いますし、大変だなって思っちゃったりもすると思いますのでね、ここはもう短期決戦で乗り切っていただきたいと思うんですね。で、そのための、一発合格ということになるわけですよね。ですので、このね、勉強時間と勉強法をね、しっかりと抑えるようにしていただきたいと思いますが、まずその勉強時間についてなんですけどね、勉強時間については、さっき申し上げました、検定まで自分が、使える時間、その中でも1日あたりはいくら使えるの、どのぐらい使えるのかなというところをね、ちょっと、検証していただいてね、自分が使える時間というのをまずは把握していただきたいと思います。では、一般的に言われるのが、簿記の3級を目指すために必要となる勉強時間は、大体80時間から100時間
と言われています。ただですね、皆さんが皆さんちゃんと100時間勉強すれば間違いなく合格ができるのかっていうと、そうではないんですよね。やはりそこは、しかるべき、学習法で勉強法をちゃんと確立して、でそれに基づいて、進めていただいた結果100時間っていう、ことになりますので、勉強法も、大事ということになります。なので、ここから先はですね、レックのその講座っていうのと照らし合わせながら進めていきたいと思うんですが、まず日々の学習法としてはですね、テキスト、高速マスターネオっていう、テキストがありますので、これの理解に努めていただきたいと思います。でその理解を進めていただくために、私完全マスター講座っていうのをやってますので、それを聞いていただいてですね、そこでテキストに書いてある内容というのをしっかり理解していただくことが必要です。で、理解するだけでもダメなんですね。で、理解したものを実際使えるようにしないと試験って受かりませんので、そのためにその後はですね、問題演習という場面になってまいります。テキストで理解した例題の知識をですね、他の角度から問われた問題とかでもちゃんとアウトプットができるようにということを目指して、この問題演習も大事ですのでね、テキストの理解と同時並行で進めていただきたいと思います。で、それをした後はですね、今度は実践演習ですね。テキストあるいはその日々解いてる問題のレベル感とですね、実際の試験のレベルというのは残念ながら差がありますのでね、そこを埋めていただくという訓練が必要になります。これが実践演習ですね。実際の試験のレベル、そして実際の試験の、時間、これに基づいた演習というのが必ず必要になってまいります。この辺りもですね、答練だったり模擬、公開模試だったりということで、フォローはしていきます。で、ウェブ講座の学習についてちょっとご案内しておこうと思うんですけれども、ウェブ講座、ウェブ講座に限らず、通学講座でもそうなんですが、予習は必要ありませんのでね、復習中心でいらしてください。なので、とりあえず講義を聞く、あるいは講義に出てくるっていうのが重要です。その時はもう真っ白でいいです。知識何もなくていいので、まずは授業に出ていただいて、そこの授業で解説している事柄を理解するっていうことに努めていただきたいと思います。これが完全マスター講座の、役割ですね。で、その後の問題演習に関しましては、ブリッジ演習講座であったり、合格答練だったり、公開模試ということで十分に演習時間というのは、演習量も確保されてますので、このカリキュラムに乗っかっていただければ無理なく合格が目指せると思います。ということで、最後にレックの3級の講座のラインナップについてお話ししていきますが、まずはインプットとしてね、3級の完全マスター講座があります。これは2時間半とか3時間の講義が10回分で構成されていまして、やることはテキストの徹底的な理解になります。で、ここで基本のインプットをしていただきます。そうしましたら、次にやっていただくのはこのブリッジ演習講座です。これブリッジって橋って意味ですけども、テキストのレベルとそれから実際の試験レベルの橋渡しとしての意味を有する講座ということでね、内容としてはですね、インプットとそれから問題演習、これを組み合わせた内容となっております。これが3回ほどあります。で、それを経て次、今度は本当にもう実践レベルとして合格答練というのをやっていただきます。これが4回あります。ですのでね、4回やっていただいて、ここでやっていただくのは実践レベルの問題演習になりますので、実際の試験を受けた時に、どんな感じで時間配分をして、どういうレベルの問題が出てるから自分はどのぐらい点が取れればいいのかな、なんていうところをですね、具体的に、プランニングしていただくための講座ということになります。で、これもですね、解説が詳しいものをつけてますのでね、解説の文章もそうですけど、解説もちゃんとしてますのでね、これもちゃんと聞いていただけるとね、より一層力がアップするかなと思います。そして最後、力試しですね。公開模試というのがありますので、最終的な実力チェックにお役立ていただきたいと思います。ということでね、レックではですね、3級の合格に向けて、その段階段階でね、こういった、非常に適切な講座構成しておりますのでね、
はい、この順番に乗っかっていただいて、で合格を目指していただけたらと思います。はい、ということですね。はい、でウェブ試験に対してはね、ウェブの模試もちゃんとありますのでね、ご安心ください。はい、ということで最後にレックの講座についてのね、ご案内をさせていただきます。はい、特色ですが、簿記3級に必要な知識をゼロから要請、はい、としております。ね、その完全マスター講座から始まって、最後実践レベルのね、公開模試に至るまで、はい、無理なく力を引き上げるというね、コンセプトで進めております。はい、ということで、まずはその完全マスター講座でね、効率的に知識をインプットしていただきます。で使うテキスト、高速マスターネオというね、これまあ書店でも販売されているテキストになりまして、はい、非常に分厚いんですけれども、内容は非常に分かりやすくてですね、はい、余白もたくさんあったりしますのでね、無理なく進めていただけるものになっております。でこの高速マスター講座ではですね、各回の冒頭で、まあ、その回の学習事項をね、ざっとご紹介してから、その具体的な学習内容をですね、例題に従って無理なく進めていくというね、構成になっています。はい、でこれが済みましたら、まあ、それ、まあ、同時並行になりますけどもね、その日に完全マスター講座で扱った単元についてはすぐ、はい、このね、高速マスター問題演習でね、やってください。で特に基本編というところは、その高速マスター の, テキストとリンクしてますのでね、その完全マスター講座で扱った分野については、この問題集の基本編ですぐね、この知識の復習役立ててみてください。で、応用編というのもあるんですけど、そこにつきましてはね、ブリッジ演習講座っていうのも使っていただいて、で無理なくその実践レベルへの橋渡しをしていきましょう。はい、そして最後ですね、豊富な実践レベル問題演習となってますが、これは実践レベルの、ね、実践形式に即した、合格答練あるいは、公開模試というので、ね、構成されていますので、これも、ね、休むことなく出ていただいてですね、その日の復習はすぐして、で繰り返し解いてということでね、はい、着実に合格に近づいていっていただきたいと思っております。はい、ということでですね、レックの講座のご紹介も含めながらですね、その一発合格を目指す方法について今日はちょっとお話をさせていただきました。具体的な内容についてはね、その講座の中でもいろいろとお話をしてますので、ぜひね、この完全マスター講座、受けてみていただきたいと思います。はい、講座でまたお待ちしておりますのでね、お会いしましょう。では私の方からのお話は、以上とさせていただきます。はい、一発合格のための学習法ということでね、今日は、簿記3級の合格法について、私高井の方からお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。